はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストエンシェント続きやっていきたいと思います。ここはカリスの街ですということで、前回カリスの街ってとこ来たんだけど、ちょっとうろうろして、あの塔も気になるしね、行ってない場所もあるし、まあしばらくはレベル上げかな。装備品いいの売ってるからね、それを変えるぐらいまでちょっとやりたいかな。鋼の剣とかなんかいろいろ売ってたから、鎖片びらとかもね、お下がりで装備、鎖片びら以上のものは装備できないみたいな、ユロイさんがね。うわ、また出てきた。これだってどうしようもないじゃん。意味ないよね、巨水剣とかね。聞くわけないもんね。配信出ればいいんだけどな。なんか出たところでさ、防御力無視のダメージなんだけど、会心って本当は。だけどこれ、基礎攻撃力が高いダメージ出るだけのやつだよね。それで押したいってみっか。塔もあったけど。あんま行きすぎるとまずいかな。やべやべ。魔除けの鈴いいな。1000ゴールド貯まったら鎧買えばいいのかな。街あるよね。ないか。許可もらっているのかとか言って言われたから。ハンターフライ、これどう？なんかやばそうだな。あんま下の方行かない方がいいか。うわ、生きて。いやあ、危ねえ。間違えた。ああ。滑っちゃうな、指なんかな。飽きないと結局はあんまり意味ないよね。さて、あの塔に行ってもいいし、ちょっと逆流してもいいしね。行ってない場所結構あるんだよ。オークとかもいたけど、あんなのやばいでしょ。あの塔、なんな？メタル出やすいけどね。オークオーク。倒せなかったら出てきても邪魔なだけだもんね。こいつは完全に火炎切りだ。うわ、なんで効かなかったって。弱点。いやー、神だなどうも気になるけど、逆走したらどうなんだろう。なんだよ、もう逃げてよ。もうこっちから絶対逃げないからね。あのさ、またちょっとパート4から続いてさ、ちょっと文句言っていい？
あのね、自分にこう逃げないじゃないですか。だからそれはいいのよ。で、メタルスライムもさ、あ、やべ。大丈夫か、これ。あ、まじ、また、おお、なんでこれ返しんねんかな。メタルスライム逃げないじゃん。で、自分なんかで逃げないからねって感じなんよ。だけど相手がさ、リアルでね、お、あ、自分逃げないからそっち逃げた方がいいよ、みたいなこと言ってくるわけよ。いや、だから逃げないからって言ってるんじゃんって話じゃん。でもこっちも逃げないからみたいなさ、置いてさ、許可なんだ、許可って。これ、ここで戦闘なるよな。なんない、やっぱ。あ、やべ。なんか具合悪いね。ベギラマジシャンだって。何それ、危ねえ。ベギラマ当たれるのもいい。でもこれ近々来そうだね。ベギラマジシャンって、もうベギラマって名前ついてんじゃん。あ、ここで会心出るやん。逃げないから、逃げないのはいいね。自分も逃げないじゃん。相手も逃げないのはいいじゃん。ね。コンクラベじゃん、そしたら。逃げないから逃げた方がいいよ、みたいなこと言ってさ。いや、こっちも逃げないよ、って言ったらさ、暴力振ってくるのってどう思う？おかしいよね。だけど、日本の法律おかしいんだよ。ね、暴力振ってきて、ね、やり返すと、罪一緒なんだよ。やられたから突き飛ばして逃げましただったらいいみたいよ。でも故意にやったらダメみたいなね。だってそんな反射的にやっちゃいましたって言ったらどうすんだろうね。そんなどこに証拠あんだろうってなっちゃうけどね。わかんないよね、そこね。でもやられたらカートになりそうだもんね。まあ私のことだから絶対手は出さないですけど、すごいね、親しくてね、おちょくっててね、おちょくっててっていうか、じゃれてさ、そこと出すぐらいだったらさ、わかる。ちょっと押したりさ、ねえ、そんなんだったらわかるけどさ。手を出す人って、だって結局はそれでしか勝てないから出すわけでしょ。それからだってスポーツとかじゃないじゃん、だって。え、許可ないもの入れないんだけど、こっちか、なんだあれ。右になんか開ける。え、なんだあれ。いい寄り道できたな。待って、スクルトって結構20何も上がればすごいよね。ちょっとした装備品より強いじゃん。1000溜まったんじゃない？溜まってるし。え、なんかいけないあれ。なんかすごいいいの売ってたよね。普通に手に入りそうな気もするけど、ここをこれに変えれば入れないんだ。ここを10で売れるね。あ、2個入ったな。なんで、これ世界に2個しかないとかじゃないよね。え、知らない。じゃあどうしよう。あの塔にも行けないのか。で、結局許可がどうとかつってたもんね。どうすんのこれ。どっかにじゃあ金の鍵があるんだね。塔も行けなかったよね。ってことは下だよな。待って。で、逆走も無理だったでしょ？お金貯まっからいいんだけど。
そうだ、危ね。そうでもなかったな。正義的にまだやられてないけど。結局ここどうすんだろう。見聞広めましょうか。え？なんかいけそうだね。眠ってしまった？魔除けの鈴は？シャドウ斬り。いけるんですけど、なんで？打撃とともに敵対幻へ進む。いいね。なんでそこで会心出るの？まあいいけど別に。こっちなんかあんのか？ないね。お金たばっかりいいよね。じゃあ主人公なのこれ。ガチガチなるじゃないですか。あら、いいね。やっぱあそこから下行くべき？鉄のこれ買って鉄なりお下がりしたいから、まあ冒険しながらす物買ってた方がいいよね。レベルだけぐるぐる回って上げててもいいんだけどさ。よし、行くぞ。まあ行けないとこは分かったからね。城ってなんか結局誰に。薬草って大事だよね。あんまないよな、もう。ああ、
買っていこう。近いまだ。何、みんなしミスリ合戦してさ。さて、下に見聞を広げに行きましょう。死んでるよ、それで。ほらね、ね、見たでしょ、開始に守備力ダメージじゃないんだから。ただ攻撃力が10あったとしたらさ、攻撃力20でなるとしても相手防御力1000ぐらいあったら意味ないからね。ちょっとこれ大丈夫か、これなんかいきなりインフレしたけど、どういうこと。バブーン、これ下ダメなの、これ。え、どういうことですか。これ下じゃないの。合ってんのか、その前に。びっくりしたんですけど、え、待って、嘘。下だよな。なんか通常攻撃してくる可能性ある。奇跡的にこの物体助かってるんですけど、ね、それっていう。旅の扉まだあったよね。え、あの多くいる方じゃないだろうな。1014。ちょっと待って、もう1000ぐらいいけそうだな。ラビホーンって何ですか。できる。なんだそれ。なんか街ありそう。ある。あ、バブーン。じゃあシャドウ切り。まずいな。待て。
危ね。そこまで行けばルーラできる。ケサロールの町。ケサロール、これは何、何か多いでしょうか。いいえ、何かありましたか。何屋さん、あれ何屋さんよ、何屋さん、この人。はい、みんなには内緒ですよ。ほうほうほう、ちょっと待って、鉄の爪って、ちょっと待って、装備できんの、あれ。はあ、はあ、なんでこんなきついことさせられるんだ。こんな君、味気のない町、いつか抜け出してやる。ここは新兵の訓練場。この町では成人した若者は2年間の兵士で過ごす義務があるの。どっかの国みたいだな。ちょっと待って、これ下とは何だ、仲間じゃない、これ。私は節。ケサロール神殿の管理者です。我が一族は代々ここの警備を任されているんです。危ないですから、用がないければお一人を。この町で一儲けしようとアルバルやってきたんですが、商売が禁止されてるなんて、宿だってないんですよ。もうすげえな、本当にねえよ。ルーラーってこれでしょ。この町では自給自足ある商業行為も禁止されてるんです。このしきたりは遥か昔から受け継がれてるんです。ケサロール。なんもないかい。働かざる者食うべからず、自給自足も楽じゃねえぜ。食わなかったらダメじゃん。人が行ったかな、ね、ちょっと行ってみたいよね。ムカつく。え、ちょっと待って。ふざけた場所はね、ここね。完全罠だね。内緒ですよってあの人言ってたよね。鉄の爪ね。数日前では赤い鎧の戦士がここに滞在していますよ。何やら物騒な感じの人でしたね。探し物があるみたいでカリスの町に旅立っていきました。なんか重要な話聞けましたけど。ルーラーが聞かない。カリスに行っただってよ。これ話聞かないとダメなんじゃないの。もうちょっと貯めるお金。え、あそこの、ちょっと待って、1500貯めて装備品買って、やめよう。ケサロール行きましたね。鉄の爪ってあれ絶対強いよね。どうしよう、5000貯めて。だから倒せないの出てきたってしょうがないでしょうよ。いやー、しかしさっきのひどかったな。1500貯めて終わろう。あー、しかしゲームって面白いね、本当にね。なんでこんな面白いの？
ラス戦技。溜まった。よし。だからこのカリスの、この最後の鍵みたいなところの先にいるんじゃないの？中井鎧。敵って言ってたじゃん。よっしゃ。だいぶ戦力アップ。そうでもないかな。じゃあ鍵をどっか行って拾うんだろうね。やっぱ旅の扉の先だろうね。じゃあここで強くして行ったらちょうどいいんじゃないかな。まあ、ここから歩いていく遠いな。でもな、ということで今回これ終わりたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、 X のフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。